スペース内で戦闘だ。どこだバカだお前ら。お前ベクターの電車聞こえてんだろ。すぐにブリッジに来てくれ。怒鳴らなくてもちゃんと聞こえてます。いいからこれを見てくれ。ハイパースペースを航行できる小型戦闘機なんてあるのね。でやって無茶しやがる。奴らどこの種族かわかるか。さあ、うちの製品じゃないみたいだけど。そうか、じゃあ前の小型艇は。ごめんなさい、わからないわ。前の小型艇から救難信号が出てるんだ。どうして助けてあげないの。厄介ごとに巻き込まれるのはお前らだけでたくさんだ。まずい、車線事故に乗ってる。なんだと、倒せ。教官命に触れたらおだぶつだ。どうする船長、参戦するか。我が子いてんじゃねえ。さっき言ったばかりだろ、厄介事はたくさんだって。後部第4区に被弾、外角の一部損壊。やりやがったな、この投炎部が。船長、うるせえ。奴らの敵は俺らの味方だ。トニー、アイさん、来なくちゃな。そう、来なくちゃなって、この図体でハイパースペース戦闘冗談でしょ。本気も本気、何失敗するんだって。このトニー様の相関テクニックとエルザのロジカルドライブが合わされば不可能な軌道に行くぜ。よほどおせっかい好きな連中なんだろう。まだ行けるか。はい、大丈夫です。いい返事だ。今から終了する。ワッチが閉まったら急いで上がってきてくれ。連中
好きな連中なんだ。どうした？デッキが閉じないっす。なんでって？まさかさっきの幻想系のトラブルだ。こんな時に小型艇の乗員、なんとか自力で上がれませんか？多少なりともシールドが効いているはずです。宇宙服を着て全体を盾にすれば。了解した。こちらは2名分の人間ではない。なんとかなる。大丈夫。ママは平気です。これでも見た目より丈夫にできてるんですよ。それよりジギーこそ。これは見た目通り丈夫にできた。ジギー、いかん。ジギー、敵が。分かっている。仕方ない、仙台に逃げる。オーテックの端末だけならばなんとかなる。ボム、定期的に測定結果を教えてくれ。連中の目的はあくまでお前の家族。手荒なまねはできんはず。はい。やべえ。船内に侵入者あり。カタパルトデッキっす。見えなんだよ。市民に口なしってな。トニー、ジェネレーター出動されたい。船で奴を吹っ飛ばせ。よっしゃ。30% で対処します。アレン君は中佐と一緒にキャビンを守って。マジっすか。頼んだぜ。